はい、どうも、ゆうたです。まずこれ見えてると思うんですけど、今日はブレーキのダクトホースをちょっと引っ張って通していきたいと思うんで、ちょっともう試しに刺しちゃってるんですけど、まあ両サイドやるんですけど、ここの入り口にはジュランのファンネルをこういう感じでつけていきたいと思います。よいしょ。で、一応この中を通って、このブレーキの前回の動画で変えたと思うんですけど、コーンプロテクターにここに当てて、でこのディスクに当たるっていう仕組みです。で、一応ホースは紀ノ国さんのやつ使ってます。安心の紀ノ国さん。一応この中見えないかな、ここ通ってますんで、そういう流れでちょっとつけていきたいと思います。はい、よいしょ。先にじゃあちょっとファンネルつけちゃおうと思うんで、ダクトを切ります。ダクトじゃない、ホースだ。このワイヤーみたいの硬いな。これよりこっちの方がいいかな。よし。はい。で、これはジュランのファンネルです。じゃあとりあえずつけますか。よいしょ。これであとプラスで回すだけだ、ホースバンドを。あれ、なんか緩いの。大丈夫かよ、はい、しっかりしてくれよ。今ファンネルつけ終わってこんな感じなんですけど、ここをどうやって固定しようかなっていう。もうここに穴開けて、あの結束バンドで縛っちゃおうかなって思ってます。で、ここも上もこうクロスさせて締めればいいかなって思ってます。はい。なんでちょっと穴をドリルで開けちゃいたいと思います。どこがいいかな。ここら辺でいいかな。これがうまく通るかね、わかんない。ちょっと大きめの穴を開けたんだけども、これやばいな。
かなり無謀なことをしてるよな、これ。来ないもん。もうちょっと折り目つければいけるかな。ひょひょひょ穴を広げるか。はい、やっぱ穴開けても無理でした。無謀すぎました。ちょっと違う方法で止めます。ただの穴開けゾーンだよな、これって。あっ、ちくしょ。よし、ここでちょっとクロスさせて、どうでしょう。よし。でもう一箇所。よいしょよいしょよいしょ。はい、こんな感じになっちゃいますよね。ちょっと高さが合わない。こういうこんな感じで、はい、止めました。まあちょっと見た目悪いんですけど、もうこれしか方法がない。ちょっといい方法があればリスナーさん教えてくださいはい、じゃあ次は足回りの方行きますか。はいはいはい。そしたらこっち側なんですけど、ここにホースのステーをつけて、でここのこれ見えます？何のセンサーかわかんないんですけど、ここにこのステーをともじめして、でここに裏から当たるようにちょっとやりたいなと思うんで、ちょっとこれをまず止めましょうか。はい、じゃあこれをまず止めるんですけど、よいしょ。
よっこいしょ。あ、旬回っちゃってるわ。あ、でででででで。よっこいしょ。こんなもんにしといてやろう。よし。あとこいつを止めたいのだけども、あ、あれだね、これちょっと一回緩めてみて。はい、今でこれ止め終わって、ここもちょっと長かったんで切りました。で早速ここのじゃボルトをで、よいしょ。で一緒に止めていくと、手が曲がってて入りにくいんやな。これで入るかな。はい、で今ここに調して共締めして付け終わりました。で今こちらにまあ当たってるんですけど、ここちょっと遊びがあるんで、まあどうしようかなと。まあハンドルも切るんで遊びあった方がいいんですけど、どうしようかなと。一回ちょっとタイラップで止めてみます。こんな感じで、まあ、軽めの、軽くの方がいいかな。これでちょっとハンドル切ってみますか。はい。大丈夫そうですね。
うん、大丈夫そうな気がする。まあここもちょっと固定してないんで、ここは余裕持ってちょっとまあ動くようにっていう感じですよね。はいはい。で今、まあ、ローターとキャリパー戻し終わりました。まあこういう感じでね、風がね当たってくれますと。あとここをちょっと結構引っかかりそうだったんで、こう切ってあげて、ここだけちょっとこうビラビラするようにしてあげました。はーい、はい。じゃあ一通り全部右も左もね、ダクトホース自作で引っ張れました。こんな感じですね。はい。でローターブレーキもついて、アクセサリーライナーも戻して、でフロントはこちらのロアダクトのところからジュランのファンネルと、あとキノクニのダクトホースを使って、ハイテンプのやつ200いくつだったかな、ちょっと忘れちゃいました、すいません。200中間ぐらいかな、まで耐えれるやつ、こんな感じ。タイラップでね、ここでちょっと見た目悪いんですけど、こういう感じで、はい、中もこんな感じ、はい、見た目こういう感じですね。で左側も同じようにね、ここもちょっと切って曲がった時にちょっとホースがね引っ張られるんで、あとこちらタイラップでちょっとタイロットのところにくくりつけて、ここはステーとこのセンサーのところにとも締めで、この裏のコーンプロテクターバックプレートですねに風が当たって、このままローターにフレッシュエアが来て冷却っていう感じですね。はい。じゃあ一応ダクトの取り付けは以上ですね。はい。なんか WRX のあのニュルのマシンみたいですよね、このダクトホース。はい、以上です。